ストレートに打つスパイクってめちゃくちゃかっこよくないですか？ストレートのスパイクを身につけるだけで選べるコースが増えて、スパイクが圧倒的に決まりやすくなったりブロックされにくくなります。けど実際やってみると全然ストレートに飛んでいかなかったりとか、アウトになったりしちゃいますよね。実はあるコツがあるんですよ。今日の動画を見てもらえればそれが丸わかりになるようにしてますので、ぜひ最後まで見ていってください。特に3つ目のうち最後の1つはできたらめちゃくちゃ試合で活躍できると思うので、ぜひ練習してみてください。ブーチさんの YouTube はこのチャンネルだけでバレーボールに必要な知識、練習メニュー、練習方法すべてがわかるチャンネルになってますので、今のうちにチャンネル登録しておいてください。それでは本編いきましょう。はい、ではストレートの打ち方を説明していく前に、そもそもストレートに打つメリットについて紹介をしていきたいと思います。大きく3つあるかなと思います。1つ目はレシーブする人がリベロじゃなくてライト側の選手かセッターになるということです。これがもしセッターだとめちゃくちゃラッキーです。セッターの人がレシーブしてくれるだけで、相手は2段トスを上げなければいけない状態になるので、セッターにレシーブさせるのはかなり有効な手法かなと思います。2つ目がブロックに当たっても運よくブロックアウトになることがあるということです。これは特に中学生だと多いかなと思うんですけど、ブロックに当てる予定じゃなくてたまたまブロックに当てちゃったけど、なんか運よくブロックアウトになったみたいな経験ないですか？ああいうのがストレートに打っとくと結構よくあったりします。そして3つ目はストレートに打ってくるっていう可能性があるだけで、相手のブロックもレシーブも配置に迷いが出ることがあります。それがね、結果的にクロスやフェイントっていう攻撃が決まりやすくなったりすることにつながりますので、そういったメリットがあります。ではそのストレートスパイクの打ち方をレベル順に解説していきます。ストレートの打ち方、一つ目はまっすぐ入ってまっすぐ打つです。これがね一番簡単かなと思います。今見てもらってる動画の通りに、いつもスパイク練習でみんながやってるようなまっすぐ打つような入り方で、そのまままっすぐ打てば OK です。ただこれには大きなデメリットがあります。それは相手に簡単に読まれてしまうということです。もちろんね、助走がまっすぐなので相手からしたらめちゃくちゃ分かりやすいですよね。なんでできれば今から言う2つ目とか3つ目を身につけるといいんじゃないかなと思います。ストレートの打ち方2つ目、斜めに入って体を向けて打つです。これはさっきよりちょっとだけ難易度が上がります。助走はクロスに打つ時のようにいつも通り斜めに入ります。そして打つ瞬間に体をストレートに向けながら打ってみます。ただね、これはちょっと空中で体の向きを変えるので筋力がある程度ないとちょっと厳しいかもしれませんね。これやる時にね、腰を反りすぎて腰を痛めちゃったりとか、片足着地になって腰を痛めたりすることはよくあるので、ここは十分に注意して練習するようにしてください。動画の途中ですがお知らせです。僕たち V チタは対面のバレーボールスクールを愛知県で2カ所、そして県外の人でも指導を受けられるようにオンラインで着実にレベルアップが可能なバレーボールスクールを運営しています。専属コーチが面談をしたり、皆さんのプレー動画を見て直接アドバイスをしたりできるサービスなので、興味がある方はインスタグラムまたは公式 LINE よりお問い合わせください。概要欄にリンク貼っておきます。ストレートの打ち方3つ目、体の向きをクロスのままストレートに打つです。これが一番難しいけど、その代わりできたら大活躍間違いなしですね。ちょっとね、このスパイク難しいので観察してみましょう。はい、ここで問題なんですけど、ボールはどこで触ってると思いますか？はい、これはね、見たらもうわかるんじゃないですかね。正解は左肩の前です。普
普段はみんなね、右肩の前くらいでスパイクを打つかなと思います。まあその方が威力出るしね。ただ、ストレートの場合は、左肩の前でボールを捉えます。トスが左肩の前に来るくらいまでちょっと待つようなイメージですかね。これはね、平行のトスだとすごいやりやすいけど、ハイセットなどの高いボール、上から落ちてくるようなトスにはちょっと使いづらいかもしれないですね。で、この時やっぱり体の向きはクロス側に向けたまま打つのが理想ですが、難しい場合はね、あんまりこだわりすぎずストレート側に向けちゃっても大丈夫です。ただここで注意点、体を向けるとブロックはストレート側に寄ってくることが多いので、ストレートが開かなくなってブロックされやすいので気をつけてください。みんな普段ね、スパイク打つとき、自分の助走の向きと同じ向きにスパイクを打つのが普通ですよね。ここで裏技の出番なんですけど、助走の向きと違う向きにスパイクを打つとめちゃくちゃ決まりやすくなります。ちょっとどういうのか見てみましょうか。だいたいブロックはね、瞬時の判断になるので、助走の向きに合わせちゃうことが多いです。そこで、ブロックをあえて助走の向きでコントロールしておいて、あえて違う方向に打つってことをやると、めちゃくちゃ決まりやすくなります。なんで、ストレートを打つときも、助走はあえて斜めに入りましょう。そうするとどうなると思いますか？はい。ブロックが助走の向きに合わせてクロス側に来ます。そうすると、ストレートが来ます。で、ストレートにバチコーンと打てるわけです。この動画見る中でわからないこととか質問があったら、この動画のコメント欄か、V チタインスタグラムもやってますので、インスタグラムの DM に質問をください。V チタは対面のバレーボールスクールを愛知県で2カ所、オンラインでも着実にレベルアップ可能なバレーボールスクールを運営しています。詳しくはインスタグラムまたは公式 LINE よりお問い合わせください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。いいね。